台所などの汚水を処理する下水道の普及に力を入れている川崎市では、下水処理場の建設や下水管の敷設が進められています。現在市内の中心部は下水処理区域になっていますが、この8月からはさらに京町南幸町方面のおよそ4000戸が下水処理区域になりました。この下水処理区域になると、今までは台所などの汚水だけを下水管に流していたものを便所を水洗式にして直接下水管に流すことができます。こうした汚水は網の目のように敷設されている下水管でポンプ場に集められ、ここからポンプによって下水処理場へ送られます。市の南部入江崎にある下水処理場では、汚水を化学的に処理し、きれいにされた水は工業用水に、また汚泥は乾燥して焼却されます。市ではさらに下水管の敷設や新しい下水処理場の建設を始めるなど、下水道の整備に力を入れています。